ちよ、道長。さあ、続きましてはこちらでございます。グリル吉田よしお。吉田よしお、お邪魔します。グルメ横丁西側の入り口から入ってすぐの場所にあるのが吉田よしおさん。グリルを中心とした創作料理を楽しめます。和食から洋食までメニューが豊富なのも自慢です。いらっしゃいませ。いらっしゃいました。すみません、お邪魔します。よろしくお願いします。いやいやいや、もうあのオーナーさんで、いやいやいや、ちゃんとカメラ向いてオーナーさんでいらっしゃいますね。お名前は吉田よしお。そのまんまじゃないか。お店の名前じゃないですか。はい、ママなんですよね。そのままなんです。すいません、じゃあちょっといろいろお話もお伺いさせていただきます。座ってもいいですか。どうぞ。すいません、はい、お邪魔します。まさか、あの奥にいらっしゃる方が吉田よしおじゃないですよね。もうちょっとこっちに来ていただいて、はい、いろいろね、お店の名前つけるときって、はい、こう皆さんが個性を出していろいろ考えたりするじゃないですか。やっぱりご自分の名前が良かったですか。まあそうなんですよね。まあ本人と本名違うんですけどね。あれ、本名違う。違う。ちょっと待ってください、はい、みんなあの学会の連中とかもみんな吉田よしおさんやと思ってるでしょ。はい、そうなんです。実は違うんです。本名はシークレット。シークレット、はい、ある意味では来ていただいたお客さんで常連になっていただいたお客さんはもしかすると、はい、機嫌がいい時にその話は聞けるかもしれないぐらい。そうですね。はい。ここのお店の売りはどんなもんですか。まあそんなに売りって言っても、はい、まあまあそんなに、来ていただいたお客様に食べたいものを。やらしい。食べたいもの。食べたいもので、だってメニューいっぱいあるんですもん。難しいですよ。だいぶ減らしはしたんですよね、前の店。あそこの横で、イワナ。あ、イワナ。天然イワナ入荷しましたとか。はい。あの、自家っていうのはですね、そう、あの基本的に僕、自家って嫌いなんですよ。なぜかというと、自分で払う時が多いので。そうですよね。今日なんですが、はい、取材なので時価はスタッフに払っていただきたいと思うんで。まあ悪い顔してますね。これランチに入ってるのがちょっと気になるんですよ。何？ポークジンジャー定食でね、ここにランチに入ってるんですよ、はい、で夜の単品の中にポークジンジャーが。僕あのポークジンジャーとかやっぱ好きなんですよ、はい、なんかこうオーソドックスかもしれないけども、そのお店の個性の味が出るじゃないですか。いや、そうですかね。なんでそんな全部あの弱気なんですか。弱気なんですよ。じゃあポークジンジャー、俺ポークジンジャーで、あのイワナとポークジンジャー。イワナとポークジンジャー、かしこまりました、はい、ありがとうございます。終始謙虚な店長さん、少し厨房を覗かせていただきますよ。お、ポークジンジャーとイワナ同時進行で調理スタート。どちらも美味しそうですね。先にポークジンジャーが出来上がったようです。お待たせいたしました、ポークジンジャー来ました。わあ、もうこの見てください、このこういう照りがいいですよね。もうちょっと近くに置いていただいて。でね、これさっきメニューの中に見てて、ね、はい、気になったんですけども、こういうランチもこちらおやりになってるんですが、はい、夜のそれぞれのこういうポークジンジャーとかにお好きなメニューにプラス300円でライス味噌汁がつきますって。あとミニサラダと。ということは夜でもご飯だけ、まあのほんまの見たいんだけれども飲むんじゃなくて、ちょっとご飯食べてまた次の仕事もある、次の用事もあるっていう方はご飯食べにこういうのに来てます。まあまあそうですね、はい。ほら、そう、まあ、ただ問題は味でございます。はい、はい、いただきますね。はい、このソースに出るけど、外れないですね。 ありがとうございます。これもう本当に心に優しいようなお味でございますけど、ちなみにあの横にいらっしゃる方は飲んでらっしゃいますけど、すいませんね。あのよくいらっしゃるんですか。そうですね、よくいらっしゃる。これちなみに僕自身じゃ食べたことあります。はい、はい、ちょっと待ってください。そらいけません、そらいけませんよ。ちょっと待ってください横丁。出てなかったの。ちょっと待ってください。お兄さん、すいません、ちょっとあんて、マジで、お味をうまい、うまいですよね。だからここで美味しくない言われたらもうオーナーさんも困ってしまいますからね。ありがとうございます。この時撮影スタッフは気がついていた。
ポークジンジャーと同時にイワナを焼いていたことを。その結果がこちら、真っ黒焦げ。何をやってるんですか。いや緊張しますね、やっぱり。ちょっとそっち行った間に油断したら真っ黒焦げ。ですよね。普通なんかあの、まあ、カメラとか回っててる時は逆に緊張してこう繊細なお料理になりがちなんですけど、あ、真っ黒焦げになった。タイムがいいですよね。多分だからお人柄にこうね、皆さん方もいらっしゃるんじゃないかなと思ったりしますけど、お人柄ですよね。そんな時もあるんだよ。気合を入れ直して時価2匹目の料理開始。隣のお客さんの陶板焼きもいい感じに仕上がりましたよ。あ、なんかいい香り。香りがいい。これそれでいっぱい飲んだらいいですよね。最高ですね。日頃の疲れもね。常連さんはこの料理をハイボールで流し込む時が至福の時だそうですよ。ようい らっしゃるんですか。ここはい、まあ大体ほんならお決まりでこれちょっとやってキュッと飲んでまた明日も頑張ろうかでもそういうお店があるっていいんですよね。ですね。なんかやっぱりこう最近のまあチェーン店とかもね悪くはないんでしょうけども、こういうようなねオーナーさんがいらっしゃってこういう会話しながらんでちょっとやってっていうのがいいですよね。日本でね。天然イワナももうすぐ焼き上がりです。大変お待たせいたしました。はいはい、申し訳ございません。いやー、来ました。ちょっとあの冷凍もかけてくるもんですから、ちょっと串も打てないんですけど、はい、天然イワナ、はい、ジカでございます。ジカ、これはムニエル、いや、焼いてるだけ、焼いてるだけ。いや、でもこういう素材シンプルなのかな。はい、ちょっと行きたいと思いますね。もうね、川魚とか大好きなんですよ。火が通ってなかったらすみません。いやいやいや、ほら今ボソボソと火が通ってなかったら困りますとか。ちょっと急ぎでやりましたので。いいわ、じゃん。ありがとうございます。ちなみに今日はこれお値段おいくらなんでしょう。時価でございますが880円。え、意外と安い。あの、もう今安くしないと売れないもんです。俺は正直あの、あんまり儲かってないでしょ、いろんなのが。はい、儲かってないですね。だってこれね、はい、ポークジンジャーも780円。いや、結構熱いのよこれ。はい、遺産の時から値段上げないものですからね。すいません。はい、潰れますよ。そんなことはないよ。大丈夫。長く続けてください。またまた、ありがとうございます。ありがとうございます。吉田義雄さんはお昼の営業もしているので、美味しいお料理と心優しい店長さんに会いに行ってみてはいかがですか。